ことちゃんは高松こと平電気鉄道のマスコットで同社の登録商標である。イルカをモチーフとし PR キャラクターの他に駅員を兼任している。青色のイルカ。普段は土日祝日を中心に河原町フラッグやことの駅のホームに登場する。たまに子供を食べているように見える姿を目撃される。2011年に結婚しており、現在は 妻と娘の三人家族。ことみちゃん桃色のイルカ。ことちゃんよりも目が縦に長く、一本ずつまつげがある。夫のことちゃんと一緒にイベントに参加することがある。ことのちゃん赤色の赤ちゃんイルカ。目に二本ずつまつげがある。普段は河原町フラッグ二階のインフォメーションにいる。誕生理由は表向きには、大人の事情であるが、実際の理由は、 ことでが存続の危機に陥った際に、ことではいるかいらないかと話し合ったことに由来し、ことではいるかという自戒の意味を込めて、イルカのマスコットキャラクターを採用したと、高松ことひら電気鉄道自身が明かしている。ことちゃんのツイッターによると、中の人はいないとの主張。2019年3月6日まで、ことひら線において、 ことちゃんとことひら千円線の名所等を車体にあしらったデザインのラッピングを施したことちゃん日や久号が定期的に運行されていた。運行情報は土日祝に限り運行情報サイトにて確認することができた。名所のイラストは高松築港駅側とことデンことひら駅側の車両で異なり、高松築港側から順に下記のようなデザインとなっていた。 その他はことちゃんグッズを参照のこと。2017年1月15日時点で3種類の着ぐるみが確認されている。ありがとうございます。